はい、ドスコミナッシュです。今回、ドスコミナッシュにしちゃいます。はい。で、まあいいや。まあ一服しながらやっていきましょう。なんかグラってますね、今日は。一段とグラってますね。受信ボックスカーの方で、こっち02133かの本電信で、クラーカ隊の 86BRZ のゾーンコミュニケーションですね。厳しい評価ですね。僕も最近のスポーツカーちょっと、CRZ はなんか太ってる感じがありますよね。はい。まあ確かに厳しいかもしれないですね。はい。まあ、あと、厳しくしたのも、なんか大人向けじゃなくて、大人というか、若者向けみたいな言ったじゃないですか、キャッチフレーズが。さらに値段が、おかしいですからね。意外に高くないですか、あれ。あれ買うんだったら、全部、ほとんど、サスペンション仕様の、じゃあ、サスペン、違う。サーキットとか、まあ、結構いい足回りとか、入ってるシビックのタイプ R あるじゃないですか。自分嫌いなんですけど、あれもユーロ。ハッチバックに戻って、まあ、また再開したじゃないですか。あれと、値段があんまり変わんないですよ。あっちもサスペンションとか、ブレーキとか全部いいんですけど。それと値段変わんないのに、同じ値段っていうのはちょっと、と思いまして。まあ、そういった点もありますね。確かに、そうですよね。なんか、なんつったらいいんですかね。まとまってないですよね、ボディが。はい。まあ、86もそうですし、CRZ とかも、最近の車は本当に、スポーツカーは、あれですよね、丸っこくて、締まりがないですよね。It's fat みたいな感じですね。キースリムアロマメルティのブランコメ電信で、いちごミルク0173かのコメ電信で、キースこの前してたんですけど、きつくて無理でした。全然終わるぞ。このコメントくれた、いちごミルクさんはどっちかな？確か3人でやってらっしゃるんですよね。自分の知る限りですと。どっちですかね。自分が知ってる人は、そうですね。知ってる人かな？知らない人かな？知ってる人だと確かガラムとかやってましたよね。はい。どっちかわかんないですけど。まあでも、確かに癖あるっちゃ癖ありますからね、このタバコは。タバコというか、葉巻が。まあ、倒れるか、まあそこまででもないですけど、香りがちょっと癖あるかもしれないですね、味わいとか。まあ、そういったことで無理なんですかね。まあわかんないですけど、憶測で。ダスコミナッシュ28回ですね。足足11111113かのコメント返信で。自分は実家で食べ、してないので、禁煙しようか迷ってます。ただ、教訓は禁煙しようとしたことはありますか？確かに、家でしてないの結構辛いですよね。まあ、暇な時間に吸いたいもんですし。はい。そうですね。まあ、自分は、まあ、禁煙までは考えてもないですけど、まあ、本数を減らそうという考えはありますね、今も。はい。まあ、結構本数減ってて、
4日に1箱だったらそれ5日に1箱とか6日に1箱のペースになってきましたね、最近。というのも、今月の17日とか25日の日に、まあ、オフ会で、まあ、こういう、ブワ絡みの人と会うんですよ。それで、まあ、タバコを持ってきてくれるということなんで、まあ、それを楽しむために、まあ、減らしてる感じで、まあ、多分また、本数増えますね。まあ、金までは、まあ、無理に、することはないんじゃないですかね。まあ、下手に終わっちゃうと変な風になっちゃうと思うんで。無理なことはしないですね、自分は。で、動画の方を見ながら返しておりまで、86BRZ 編のドラゴンコメテンションで。KH3433CERUZ さんからのコメテンションですね。まあ、佐久間さんからのコメテンションで。クルーとかコンフォートをチューンしてみたらどうですか？ 2000cc の高速 MT の FR ですし、クルーの場合は、純正でも RB、エンジンを積んでるのもありますよ。わら。まあ、俗に言われるタクシーですよね。タクシーベースの車で。確かに FR でしたね。自分の教習所は、そうですね。コンフォートでしたね。確か、そうですね。クルーは RB ですよね。まあ、6発ですから、まあ、エンジンルームの長さ一緒ですから、まあ、RB26 とか、25とか詰めるんですよね。確か、クルーじゃない、コンフォートは、なんだっけ、あれ、思い出せない。あ、そうそう、1J とか 2J が詰めるらしいですよね。確か。まあ、確かに SR とかも詰めますからね。確かにいいかもしれないですね。まあ、個性もありますし、そんな、自家用で乗ってる人も少ないと思うんで。2回も消えてる まあいいや。足足1113からのコメテンションで。俺は FT 予約しましたよ。新車のスポーツカーは貴重です。おー、金持ちっすね。350ですか？まあ普通程度のやつは。それで250ですか？結構金持ちですね。まあ確かに、新車のスポーツカーは今、貴重ですね。まあ、今は、そうですからね。エコカーで、ないですからね、あんまり。いいな、金持ちは。まあ自分はそんだけ金あったら、中古で、何買うやろう、俺。FD2 とか買いますね。タバコこのままですよね。忘れます。エレクトロニカル19923からのコミュニケーションで、セーターは個人的に僕が生まれる前の 80K マーク2の頃が一番好きでした。90年代のトヨタ車で好きな車は 100K チェイサーぐらいしかないです。86はおっさんしか買わなそうですね。あ、確かにいいですね。JZ81 のツインターボが結構好きですね、自分は。5ナンバーサイズで。ああ、確かに90年代で。そうですね。おお、自分も結構チェイサーとか好きですね。あと、クレスタも好きですね、100K の。自分は。そうですね、絶対、あからさまに、86は若者向けとか言ってるんですけど、絶対おっさん向けの車ですよね。
なんかセカンドカード前で終わりそうですよね。はい、イメージ的に。タツコメガシですね。の28回ですね。はい。のドワンコミ転身で。実家は、あ、違う、これ返した。こっち、02133からのコミ転身で。ジムニー買ったら遠いけど、千葉まで店に行きますね。はい。ぜひ、来てください。待ってるの。これはこっち、02133ですね。のドアンコメ電車ですね。あれ、行ったかな？ボケてますね。はい。見たいっすね。豊島優也さんからのコメ電車ね。田舎にはヤンキーこうしかない。わら。確かに、ヤンキー、そうですね。そういった人とか、もしくは空気とか、まあ、中間的な存在の人が、少ない。とこですよね。はい。まあ、極端なとこですよね。まとまりがないというか、なんか、上から下が激しいですよね。で、続けて、豊島優さんがこの電車で、住んでとこは近いんだし、今度会いましょう。はい。近いうちにお会いしましょう。グロッキー TV さんからこの電車で、スカイプコンタクトしたよ。今度チャットしようね。あ、リクエストがあります。手品やってください。あら。はい。ありがとうございます。そうですね。今度チャットしましょうとか、今チャット送りますね。やってる最中ですけど。コメント返しを。まあ、返してきましたね。手品。まあ、リア友の天竜って方だったら、まあできますけど、自分は手品とか、まあできないですね。タバコ技のドラゴンとか、輪っかとかバックスモークとか、まあそういったのしかできないですね、自分は。申し訳ないですけど。こうちゃんさんからの全身で、最近、赤丸とアッキーと赤ラック買ってステンターめちゃくちゃ美味しかったです。あら、なんか、セッタカなら赤ラックの方がお得な気が出ない。まあ、でも、セッタ一筋で頑張っていきます。あら。はい。ああ、自分が好きなタバコうまいって分かってくれるとは嬉しいですね。はい。ああ、確かに、赤ラックの方がお得かもしれないですね。値段的にも安いですし、100ケースなんで。はい。おう、でも、そうですね。まあ、自分がこうと決めたタバコを、まあ、無理に曲げないで、まあ、吸い続けるっていうのも、いいかもしれないですね。はい。まあ、こうやって自分も、ドアを取ってなかったら、普通に固定して、明るく捨てたり、まあ、すると思うんで、まあ、一筋に見つけられるタバコがあったら、まあ、それを吸い続けるのも、どうですかね。自分でこれもダメだって、受け付けないわってなった時に、まあ、変えてみるっていうのも、いいかもしれないですね。はい。そうですね。コメントは返し切ったんで、話す話題もないですし、今回、ここにて失礼させていただくと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は、多分、喫煙動画かな？なんかしら焼いてるんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。はい。